先日朝早くから大きい地震がありまして、それと同時におもちゃがぐしゃっと落ちる音みたいな、ああ言ったなと思って、揺れる時間が短かったんで思ったよりは被害が少なかったんですけど、地震対策についてちょうどその前夜に追い込みどうしようかなってことを一人で考えていたんですよ。以前も地震対策、フィギュア棚が倒れないようにっていう突っ張り棒の動画を作ったんだけど、あれはね結構数ヶ月経ってめちゃくちゃ満足してます。その後何度か地震来てるんだけど、あのグラグラグラって揺れるんですよ。実際突っ張り棒が本当に効いてるんで、じゃあ今回棚が倒れるでもないのに何が起こったかっていうと、棚がこう揺れるじゃないですか、ガターって開いちゃうんですよ。で、案の定先日の震度4の10秒ぐらいの地震の際も全開でした。例えばこの時計仕掛けの棚で言うと、レジン製のフィギュアが完全に落ちて、ジョージーボーイさんは下に落下してちょっと破損が、それを今回対策しましょうという回でございます。で、早速こちらですね、ネットで調べたところこれがいいんじゃないっていうのがあったんで、お試しで買ったので4つしか入ってないんだけど、こんなものですね。なんかすげえ指紋だらけだ窓ガラスストッパーらしいです。単純にガラガラガラって開けるサッシのところにこうつけて固定して、なんか扉が開かないようにするっていう器具らしいんだけど、これをフィギュア棚とかの使うと開かないよっていう情報があったんで、ダイヤルがねこれを回せば、あ、高さが変わるってことだ。回してみると、これ今マックス開いた状態ね。これを閉めると狭くなりますね。幅が変わってくれるということらしいです。取り付けてみて使えるかどうかですね。この扉を使って実験したいなと思います。まずおさらいしたいのは、ガタ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 ンってこうやって開いちゃうんですよ。まあ、これ両方本当開いちゃうんだけど、それを止めたいなと。要は開いたことによってこういうフィギュアたちが落下していくんですよ、ガツガツ。で、先ほどのこれですね、一つの扉につき1個かなと思っていたんだけど、真ん中で2枚を兼ねることができそう。まあ閉めてみますね。 OK、 こんな感じ。あ、絶対開かないわ。1枚で OK ですわ。そしたらこっちの時計仕掛けの方もこっち回しですね。こんな感じだね。フォールドされてる。ちょっとしか噛んでないんだけど。じゃあ次こっち側もつけちゃおうな。これはこの辺かな。あ、全然いいね。で、2001年。こんな感じ。オッケー。ちょっと今回ね、一番落下物が多かったのが、この2001年の棚だったんで、この辺ね。あの、彼らはね、もう毎回すぐ倒れちゃうんで。あれですけど、今回ねこの棚が一番心配だったんですけど、今後は中でぐちゃぐちゃにはなるかもしれないけど、棚から落ちることはもうなくなるね。ただ開けるのがね、ワンタッチで開けられなくなるけど、開けたいなっていう時はスッと回してこうやって開けると、でまた閉じたら、でもう一回つけてくるくるって、そんな感じ。これでもう、で前回動画でご紹介したのがこれですね、突っ張り棒1本2本10本ぐらい使っていろんなとこ固定してます。で今回購入したここについてる、確か Amazon とかでマドロックで検索したら出てくる商品、商品情報は概要欄に一応貼っときますね。4つで1200何十円でした。で僕もちょっと今からあと8個ぐらい他の残りの棚分をですねポチろうかなと思ってます。ちなみに素材はプラスチックじゃなくてダイキャスト製らしいですね。色もねブラックだけじゃなくて、あの白とかブラウン系の色とかもあった気がします。フィギュア棚は全て富士貿易さんのフィギュアラックを買ってます。以上でございます。ありがとうございました。